疲れた。ま、今日は優勝確実ね。私たち二人にかかれば当たり前だけど。あやて、どうしたの？なんでもない。本当に？私何かミスした？なんでもないよ。歌もダンスも良かった。そう、それならいいけど。皆さんのおかげで今日もいいパフォーマンスができました。今日は貝原みちるがいないからね。ん？あの歓声は？ステージがすごく盛り上がってるみたい。今ステージにいるのは誰？バーチャルシンガーなのにここでライブできるんですか？ルミナ、聞いたことあるよ。今人気急上昇中の歌い手らしいね。へえ、そうなのですか。それはそれはミチルさんを。ココは落ち着いて、まずは噂のルミナを確かめなきゃ。お前ら盛り上がってるな。モニター越しに熱気が伝わってくるよ。次の曲いくぞ。これは綺麗な声。うん、それにピッチも正確、音域も広い。この高音の伸び、すごい。どうしました？早ここの二人、銀河に輝く一等星、宇宙アイドル一星ルミナだ。ご丁寧に痛み入ります。本当にモニター越しだ。そうだよ、僕は宇宙の果てから通信している宇宙アイドルだからな。モニター越しです。まん、そんな設定だったんだね。ちょっと早て。何か言ったか？スペースデブリが通りかかって通信にノイズが入ったみたいだ。まあそれはともかく、今日は二人の曲としに感動してな。それでこうして繋いでもらったんだ。あら、それは特に最後の曲泣いたぞ。あんなに泣いたのは1歳半の頃、夜泣き以来だな。ありがとうございます。ねえ、ハヤテ、案外いい子じゃない。何歳の設定なんだろうね。それでなんだか、お二人にお願いがあってな。お願い？ここは、ハヤテ、僕の配信に出てくれないか？